初めての写真集なんですか、これは。そうなんです、初めてです。はい、どんな中身になってるんですかね。なんかですね、ウルトラマン銀河絵師でアンドロイドワンゼロ役をやらせていただいたんですけれども、そのワンゼロちゃんの一応写真集ということになってまして、後半の方にですね、人間にちょっと目覚めるというか、人間という生き物を理解しようとすごく努力をし始めるんですけど、それの結構続編というか、こう人間、自分がもし人間になったら何をするんだろうっていうところから結構始まってて、なんか絵本、一応絵本っぽくはなってるんですけど、ストーリー仕立てになってるんですよね。なんかあれだね、昔のテレビのね。そうです、そうです、絵本っぽいよね。それを結構イメージしてつけてくださってて、なので一応昔本当にウルトラマンのシリーズのものとこういう感じで絵本ができたと思うんですけど、そういうのに沿ったものができればいいなっていうお話をしてたんで、なんか本当にこの分厚い絵本式なので、これがめちゃめちゃ可愛くて気に入ってます。ちなみにお気に入りの写真なんかあるんですか。はい、そうですね、お気に入りというか、やっぱりファンの人の反応をすごく見てたんですけど、昨日とかもサイン会でいろいろお聞きしたら、やっぱりこのご飯粒をつけてるやつがすごくいいってお話をお聞きしまして、あとはすごい、これもしかしたらコアかもしれないんだけどって言ってた方が、この納豆の粘り気がいいって言ってました。なんか違うところに燃えちゃって感じ。そうですね、ちょっと面白いなと思ったんですけど、でもなんか、なんだろう、アンドロイドだからやっぱりご飯を食べるっていうことを多分 しないけど、それをやってみるっていうのでこうなるかなっていうのをなんとなくその場でやったんで、だからこれは何なんだろうっていう、美味しそうだけど美味しいってじゃあ何だろうみたいな、それを結構ストーリーっぽくやってたり、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、そう、ステッカーがついてるんです、それが。はい、もうこれもすっごい可愛く作ってもらったので、めちゃめちゃ気に入ってます。本当にアニメするね、写真集というか絵本みたいな、なんかおまけでいつもそういうのがちょっとついてると思うんで、なんか結構かわいいなと思って、これも結構ファンの方に好評で嬉しかったです。結構これアンドロイドを演じるのと、はい、その普通の女の子というかどんどん人間になっていく、どっちが楽でしたっていうか難しかったですか。なんかどっちも違う難しさがあったんですけど、そのアンドロイドの方はまあ、ずっと撮影を去年させていただいたんですけど、まばたきを絶対にしちゃいけなくてとか、こう表情をあまり表に出さないとか、もう感情がないので、その言われたことに全部従ってそれが正義っていうふうに思い込んでやるようなものなので、だからもうずっと何だろう、心を無にしてやらなきゃいけないので、アクションシーンとかも本当は多分その声が出たりとか、かなりすごい力を入れたシーンとかもあるんですけど、そこもなるべく表情は出さないようにっていうのはすごい苦労して、でやっぱり僕すごい汗かきなんですよ。だからもう何シーンも何シーンもやってて、夏場だったんでめちゃめちゃ汗をかいてしまい、あれアンドロイドの癖してめっちゃ汗かいてみたいな、結構大変でした。もうメイクさんに大変ご迷惑をおかけしました。アンドロイド難しかった。難しかったです。こっちはなんか何だろうな、まあでもマナちゃんがこんな風に喜んだりするってことが結構新鮮だったので、それもそれで、あ、表情どうしたらいいんだろうって結構困惑したりもあったんですけど、なんとなくこっちは自分、本来のモーガミモーガンの方がちょっと出てるんで、まだちょっとやりやすかったかもしれない。他のメンバーには写真集見せたんですか。それがですね、僕実は昨日見たんですよ。なので昨日からメンバーはほぼほぼお休みなんでまだ見てないんですけど、でも色子できた時にちょっとチェックしてたのを、リーダーのリサちゃんとかがすごいいいねって言ってくれてたりとか、あとさっきのステッカーとかみんな可愛いって言ってくれてたんで、はい、やっと完成して嬉しいです。プレゼントしたりとかもするんですか。いやー、どうなんですかね、喜んでくれるかわからないです。でも昨日はその
劇場版のウルトラマン銀河 S の、うん、あの舞台挨拶だったので出演者の方にみんなにプレゼントしました。うん、昨日ということはいいホワイトデーだったかもしれないですね。なんかあのちょうど根岸拓也くんと、うん、あの杉浦太陽さんがお誕生日が近かったんで、あのお誕生日プレゼントということで舞台挨拶の時も渡したんですけど、なんか全部メッセージとかもされてすごく喜んでもらいました。今日のね、これもあとサイン会ですよね。はい、ね、ファンにとってはいいホワイトデーの、なんかそれを今朝考えながら、うん、あ、そういえば昨日ホワイトデーだったし、なんかいいプレゼントになったかもちょっと思いました。でもすごい女の子も男の子も半分ぐらいで来てくださってたので、なんか喜んでもらえるのすごく嬉しいです。